催開催開催始め。はい、どうも、ちくです。どうも、デニスの上野幸男です。いや、始まりましたよ。始まりました。雑新トーナメント。雑新トーナメント、うん、いや、持ちません、うん、大変なことになってるね、本当に。はい、大変なことになってる。これは本当に伝説の回になってる。はい、はい、前回合気道の白川先生やって、うん、もう右腕が折れて壊されました。続いては誰がやったか、誰にすんの。だからもうあなたから告白しに行ってください。そうなんだよ、やってくださいって。そうなんですよ、はい、でも誰にこれどうすんの、誰に行くの。まあじゃあちょっと未知との遭遇はやっぱりね、人間誰しも怖いんで、ちょっと馴染みのある、うん、空手の高級先生とかにちょっと手合わせお願いします。格闘技っぽいという。そう、格闘技っぽい。まあちょっとまだ馴染みあるんで。すごい立場でね。じゃあ次は高級先生。すごいよ。本当に。そう、選ぶ立場やから。達人バチェラー状況やから。はい、じゃあ高級先生と、うん、ちょっと出会おう。これも楽しみすぎるな。はい、高級でお願いします。おっ、よろしくお願いします。ありがとうございます。おっ、こんにちは、体が怖いです。よろしくお願いします。全身狂犬でしょ、この人は。普通のおじさんです。ほんとすごいシステムだね。高級先生にするかって言ったらすぐ出てくる。そんなことある。ほんとさ、格ゲーでキャラ選ぶみたいな。そうそうよ、ほんまに。ちょっとこれ二人で手合わせて。はい、ルールは、ルールは高家先生には背筋を使った蹴り技とかを習ったんですね。軸ずらしたんですね。そうそうそう、ああいうのをやっぱり体感したいでしょ、うん、教わった技を。そうなるとキックのマススパーってなるの。あ、うん、そうだったらつけていただいて。はい、つけます。はい、なかなか見ないですもんね、素手での殴り合い。言うその見ないですもんね。見ない、ね、見たことないもんな。オープンフィンガーグローブをつけていただいて、本当に外野から言うけど怪我だけしないと。お二人ともすいません。はい、お強い人は多分、はい、逆に大丈夫だと思います、はい、緊張するわ、いろんな意味で、うん、めっちゃドキドキする。おいおい。大きいな。ねえ、体格は一緒ぐらい。うん、俺180cm79kg、 はい、それじゃあまあいわゆるキックボクシングのマススパーっていう感じ。はい、はい、1分半ですね。はい、半ですね。じゃあ、いきます。蹴りのさ、圧力がすごいね。三日月習っちゃってるからさ、怖くてあれなかった。そうか、知っちゃったからね、怖さ。かわいい。三日月
っかく前あれだったんで、はい、1回か2回ぐらいは出せいきなり来たの蹴りも長いし、あと蹴りのフェイントもあるから、うん、やっぱり入りづらいっすね。どうしても組んじゃうキャッチしちゃうそう、されちゃうと僕全然ダメですその前提で戦えてなかったんで、もう全然すごいね今回もあの背筋で打つっていうのは結構されてたんですか今の。いや、あんまりメインでは使ってないですね。でも一個気使ってこう頭の上で通してる背筋で使うと途中で止めたり加減するのは難しいんですよ。バリッビーンでビーンでいけるから行っちゃうともうパッてそこまで抜いちゃうんで難しいんですよね、背筋のやつを。食らったらガードからでも効くだろうね、ガードしててもでもすごい緊張感あって、ね、はい、どうでした。いや、もうめちゃくちゃドキドキしたし、でも蹴り高いっすよ ね、 ね、見ててもわかるっすよね、うん、はい、びっくりしました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、デジス敗北はい、まあまあ、うん、勝敗はちょっと難しい先ほど勝敗は難しい、まあ、でも気ぃ使われちゃった時点でもう負けなんで僕は。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大変だよ、ゆきおさんよ。まだまだ進みますって今までゆきおさんに振ってきた分の全部今受けてるカルマ回ってきてるからよ。いや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 、すげえよ。まだ達人2人しか終わってない。いや、本当よ、すごいんですけど、はい、大変です。もう次行くの申し訳ないですか続いては誰がですか。どうしよう、じゃあガラッと変えて、うん、カポエラさん行かせていただきます。カポエラさん、カポエラさん、え、2対1じゃないですよね2対1じゃないですか。カポエラはじゃあ何、カポエラ足だけにするの、またキックボクシングにするのがいいんじゃないかな。勘で俺に話通しててもらえればマジで、これ埼玉スーパーアリーナです。いけた、いけました、本当にたまにいけたか。このジムでやるもんじゃないこれ、このジムでやるもんではない。やっぱそのなんだろうな、初めましてだし違う競技体系だからさ、距離感とか違うからさ、なんかすごい試合だよね、ほぼ。マイスター距離感変わるからめちゃくちゃ違う感覚が。そうで、1分半だとさ、もうその細かい距離設定ないままある程度いかないとさ、話にならないからさ、すごい難しいね。続きまして、次の達人を召喚してください。はい、カポエラの達人です。もう笹森です。はい、さすがです。ありがとうございます。え、2対1でやるんですか。ゆきおさんっていう助っ人がいるかも。いやいやいや、でもこれでいきます。ほんまに見てる人がほんまに冷めると思う。ゆきおさんいたらこれもキックボクシングルールですか。がいいんじゃないですかね。いや、カポエラって言ったらね、前回コラボの時も話しましたけど、結構多いですから MMA ファイターで。そうなんだよね、取り入れてる人すごい多いですよ。 UFC で今カポエラの選手が結構上に上がってきてて、パスガード爆中ですし、知ってる、でかいウェルター級ぐらい、ミドルかとかね、なんか凄まじい戦い方をしてるんで、ちょっとそういうのもぜひねしていただきたいなと。なるほど、それちょっと体験して、継承作業だこれは。叩き込まれるぞ回転蹴りを。わかりました、早速行きましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。笹森さんと、はい、キックボクシングルールで、はい、そんな八千祐介ファイリースカポエラで。お願いします。お願いします。
想が意味わからないもん。戦い方がわからない。よくわからない。距離もさ、ああ、的も上下するし、ああ回られたら怖いしさ、なかなか的絞れない。回った後の蹴りって絶対怖いもんね。そうなんだ、うん、ここ行こうかなと思ったら、そこから後ろ回転できたりとか、まあ掴んだりとかもあるからさ、から無理に詰められなくて、で綺麗に入れようかなと思うと、やっぱ頭の位置さ、くるくる変わるからさ、的絞れないし、みたいな。なんか、人と戦ってる感じになる。常に動き続けるんですね。カポエラは。それがでもやっぱすごい、あれかもね。戦いの上でもすごいメリットかもしれないね。まあ、ボクサーのこうやってずっと頭動かしてするのと一緒でさ、それを全身でこうやってやるから、なかなか的絞れないし。やっぱ回転してこうやって来られるとさ、ちょっと怖いわけ。そうだよね。だってこれが来るかもしれないし、これが来るかもしれないし、これが来るかもしれないしっていう考えすぎちゃうと、受注にはまっちゃうというか、どんどんパニックになってくる。すごい。めちゃくちゃいい感想ありがとうございます。すごい。本当にミッツの総務です。これも本当に。向き合うと全然違うわ。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。予想以上にすごいことになってるな。いやーすごいね、やっぱりさ、すごいわ、ほんと全部の武術がそれぞれ利点があるしさ、面白いね、格闘技って。頭ごちゃごちゃになってない、ごちゃごちゃになってる。距離感も全然違うし、そうそう、違うし、うん、で次また違う新たな達人が来るんでしょ。そうですね、むずっ。いらっしゃいます。ということで、まだまだ続きます。いやーすごかった。はい、次もちょっとまたお楽しみにしておいてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。